石家将軍は、鎌倉幕府将軍のうち、石家である宮城家から迎えられた将軍のこと。現氏将軍が耐えた後を継いだ第四代、藤原頼常と、その着難の第五代、藤原頼継の二人がこれにあたる。藤原将軍あるいは、苦行将軍とも呼ばれる。憲法七年、第三代将軍源実朝が暗殺された。朝には、実施がなく、 圭史も定めていなかったため、これにより、初代源、頼朝、頼朝の嫡男である、第二代源、頼家、頼朝の次男である、第三代源佐根友と、源氏嫡流が、聖遺体将軍を継いだ、将軍家は断絶した。この三代の将軍を、源氏将軍と呼ぶ。すでに、鎌倉幕府の実権を握っていた北条氏は、執権の北条義時と、 よりの性質で、より家、さねとの母であり、幕府の指導的立場にもあった、北条政子を中心として、後継の鎌倉伝たる将軍の選定を進めた。まず、さねとなき後も、よりの兄弟をはじめ、源氏の一門や投園が絶えたわけではなかったため、源氏に連なるものを新たな、源氏将軍として立てることが考えられる。しかし、 北条氏の権勢が強まる中で、御家人から信奉を集めやすい、源氏将軍は、執権政治の維持の上では不都合であったため、源氏の親類縁者の多くは、北条氏から疎まれて、謀反の罪を着せられ、追悼を受けることとなった。また、北条政子は、後鳥羽上皇の巫女の一人を後継将軍として、迎えることを望んだものの、上皇ら朝廷方から断られたため、これを断念した。 結局、名門の区下である藤原氏の九条家より、頼朝の妹の彦にあたる二歳の三虎を将軍として迎えることとした。もともと遠赤関係にあったとはいえ、三代にわたり、源氏将軍を主催者とした鎌倉幕府で、藤原氏の将軍は前代未聞のことであり、幕府では、頼爪の源氏改正も審議されたが、藤原氏のままとされた。 よりつねのひいばばである暴門姫は、源頼朝のよりとものであり、源な朝、との姫、しとも、九条道家、藤原頼め、よりつねと、源な朝、との姫、一とも、政子、西も寺後、藤原頼じよりつねと、両親ともに、女系ながら、河内源氏の血を引いていた。加えて、よりつねの出身の九条家は、くげの頂点にあたる石家の格を有しており、 この焼けに次ぐ家門で、一条家、西園寺家と共に、新幕府的な家門とみなされていた。こうして、未だ物心もつかぬ用事であった頼常が将軍として衰退され、第二代将軍、頼家の娘である源のマリコをその室とした。石家から迎えられた将軍は、三代の源氏将軍と区別して、石家将軍と呼ばれる。当時の血族関連として、 源平、藤立花といった、氏の海外念として、いえ、名字という概念も生じ、同じ氏族の者が後継者となることを、家徳を継ぐ、異なる氏族の者が後継者となることを、名跡を継ぐといった、源氏将軍から石家将軍に代わる一連の流れは、藤原氏に属する九条家を出身とする、藤原頼常が、源氏に属する鎌倉将軍家を相続して、 病跡を継いだものと言える。頼りが鎌倉に先ってから将軍宣言を受けるまでの将軍空白期には、後葉上皇により上級の乱が起こされ、朝廷と幕府との関係は険悪となった。日将軍として幼い頼りの後献役を務めた北条政子が主導して、戦乱は幕府の圧勝に終わったものの、朝廷から将軍に任命される武家政権という幕府の性格上、 朝廷との関係は依然として重要であった。石家将軍は朝廷における人身最高の家系である石家から将軍後継を招くことで、懲幕関係の中退としての役割も期待された。さらに、石家将軍とその後に続く宮将軍の時期には、貢献役の影響力を行使しやすい幼い間の未将軍として擁立し、成人してからは都に返されて、 また新たに幼い将軍を立てるということが慣例となった。それはあたかも石関政治前世紀のように政治的に無力な最高権威のもとに政治的実権を持つ有力者が侵入するという体制であった。将軍は石家の価格を持つ球場への一門のままにしておくことで京都への帰還を容易にすることも石家将軍を擁立する思惑の一つであった。 よりつね、よりつぐ二代の石家将軍は、簡位こそ、源氏将軍と大差ないものの、石官に上る可能性を秘めた人物だけに、鎌倉将軍をより高貴な位置へ、しかも、武家の当領という性格から遠ざけるという意味で、大きな意味を持った。四代執権北条教授と、五代執権北条時よりは、いずれも、将軍、藤原よりつねの変記を受けているが、 鎌倉幕府の権威として、執権政治を安泰たらしめるという意味でも、石家将軍の意義は大きかったと言えよう。頼り頼継二代の石家将軍の在任期間は、それぞれ藤原頼りが18年間、藤原頼継が8年間と比較的長期間ではあったものの、幼い頃から成人するまでの期間であって、政治的な力は全くなく、幕府の実権は、 北条氏が完全に掌握していた。このため、将軍とは、名ばかりの区靴であった。特に、藤原頼常は成人後は区靴であることを嫌い、名古屋光寺、三浦三村ら有力な御家人と結びついて、幕府内紛を導く兆しもあったため、執権、北条氏への、謀反を疑われ、還元4年の宮騒動で、鎌倉から京に追放された、不遇の将軍であった。 こうしたことも、幕府が後期で幼い鎌倉将軍を擁立し続ける大きな要因となった。県庁四年、第5代、寄次の後の将軍には、五佐賀天皇の御子である、宗方親王が迎えられ、鎌倉幕府は宮将軍をいただくことになる。北条政子が当初は、上皇の御子を将軍に臨んだことからも伺えるように、実権なき象徴として、王家、 皇族に勝る存在はない。結果的に、石家将軍は、宮将軍を擁立する上で、大きな布石としての役割を果たした。ありがとうございます。